リズ・アーメッドは、イギリスの俳優、ラッパーである、ナイトクローラーへの出演で知られている。1982年12月1日、ウェンブリーにて、パキスタン移民の家庭に生まれる、オックスフォード大学を卒業した後、ロンドン大学セントラルスクール・オブ・スピーチドラマで演技を学んだ。2006年、マイケル・ウィンターボトム監督の、グアンタナも、僕たちが見た真実で、 長編映画に初出演。2011年、同監督の恋愛ドラマ映画、トリシュナで、フリーダ・ピントと共に主演を務める。2012年、リズ・ MC 名義で、アルバム、マイクロスコープをリリースする。2014年、ダン・ギル・ロイ監督のスリラー映画、ナイト・クローラーに出演し、脚光を浴びる。その後も、人気、ジェイソン・ボーギや、スター・ウォーズシリーズといった、 話題作に出演している。2016年に放送された HBO のミニシリーズザ・ナイト・オブでの演技が高く評価され、翌年のエミー賞で主演団優勝を受賞。アーメットのエミー賞主演団優勝受賞はアジア系男性としては初めての受賞となった。2020年サウンド・オブ・メタル聞こえるということで主演を務め、イスラム教徒としては 史上初のアカデミー主演団優勝ノミネートを獲得した。ありがとうございます。